本当は特に悩みもないのに構ってほしいという依存心っていうのは今のその10代の人の心のありようだなと思って YouTuber ーーにね質問しちゃうのは YouTuber ーーに質問してるじゃないんですよその人が見てる YouTuber ーーっていうのは社会性のシンボルだからですね風と木のウッサーさん女性10代高校3年生です岡田先生質問がありますはいはい何でしょうかどうして我々は YouTuber ーーに質問や悩み相談をしてしまうのでしょうか <laughs> 本質的なことが聞かれたな。でたらめなことを言うかもしれない、YouTuber に <laughs>。 そうですね本音5割マーケ5割ですからデタラメなことを言うかもしれないユーチューバーにわざわざ質問や悩み相談するのはなんとなくユーチューバーにかまってほしいという依存心を感じますああ、本当は特に悩みもないのにかまってほしいからどうにかして質問や悩みを偽装してしまっている人も一定数いる気がしますが岡田先生はどう思いますかああめちゃくちゃいい質問ですね本当は特に悩みないんだけどかまってほしいから質問や悩 意味の偽装っていうのは別にに限った話じゃないですよね会社で上司と仲良くなるためにとかですね友達とちょっと仲良くなるために例えばその打ち明け話風に大したことじゃないんだけどもっと自分で思っててもそれを。 お前だけに聞くんだけど、先輩だけに聞くんですけどっていうような形で言うっていうのは、人間が昔からおそらくその、江戸時代だったら侍が上司の侍に聞いてただろうし、ですね。なんかもう本当に昔から人間がやってた古典的な手法だと思うんですけども、本当は特に悩みもないのに、 かまってほしいという依存心っていうのは今のその10代の人の心のありようだなと思ってこのものの聞き方僕はすごい面白かったですねでかまってほしいから YouTuber に質問する例えばこの僕のサイコパスの人生相談の会に質問する人も一定数はいるとは思うんですけども一定数いると思うんですですがですなんですけどもただしね僕は 見てる限り質問者ってね、文章化してる時に本音が出ちゃうんですよね。つまり、釣りみたいな感じで、いやいや、これだったら質問取り上げられるだろうとかまってもらえる、ステッカーもらえるみたいな、まあまあまあ、そういうけしからんというようなですね、目的で書いてる人ももちろん定数いると思うんですけども、どんな質問をチョイスするのか。それは マーケティング的に考えられたつもりでもそれはこういうふうに思うからですっていう文章化する時に人間ってすごい本音がボロ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 出ちゃうんですよねだから釣り100%の質問は案外少ないと思うんですよであと構ってほしいという依存心でする質問であってもどの部分を出すのかでやっぱ文章化の時に人間の本質っていうのは出るんですね歌手でやっぱりつまんないやつが歌う歌とすごい人生経験があったりとかですねあとはなんか強い思いがある歌って ハートに来るものが違いますよ、ね、で絵も何かある絵と何もない絵っていうのが存在するのと同じようにですねそれぞれ好きな人かから見れば違いってわかるんですよ絵が好きな人は「あこの絵はいい絵だこの絵はうまく描いてるけど描いてるだけの絵だ」っていうのが分かるように文章を書く仕事っていうのを僕はずっと長い間やってたのでですね その人の文章を見ると割とある程度はなんかそこら辺がちょっとわかるようになってきたんですけどねまあ YouTuber に質問しちゃうのはなぜかということに答えると YouTuber にね質問しちゃうのは YouTuber に質問してるじゃないんですよその人が見ている YouTuber に質問するそしてその人が見ている YouTuber っていうのはその YouTuber が自分の価値観の中心であって 社会性のシンボルだからですね別に価値観のど真ん中というわけじゃないんですよ。いつも見てる YouTuber っていうのは自分の価値観のセンター位置になりがちなんですね。 だから僕らはですね特に YouTube をたくさん見てる人っていうのは心の中の僕はあの学級委員会とも呼んでるんですけど心の中の学級委員会みたいなメンバーでですね YouTuber が何人も何人もいてお互いが自分の意見を言ってるような状態でそれのまあセンター争いをしていてそれが時々時々入れ替わるとで1か月に1回ぐらい自分内総選挙というのがあってこの YouTuber さんが今自分の推しだみたいな人がそのセンター位置に 最近あんまり見なくなった人はいつの間にか解けていて分かんなくなっていくというような感じだと思うんでしょうね。でじゃあなんでそういう YouTuber に質問するのかっていうと社会性のシンボルだからこそですね自分の疑問のポジションが知りたい。 つまり自分が今持っている疑問というのはどれぐらいイレギュラーなものなのかそれともみんなが思っていることなのかそれともこのユーチューバー自分の価値観を分かってくれたような y ー u t ーがどういう答え方をするのかによって自分が持っている疑問っていうのがどれぐらい正当化するのかですね。 かつての聖職者に対する残悔みたいなものをユーチューバーに対する質問という形でやってんじゃないのかなというふうに思いますあの10代の女性にはですねちょっとめんどくさい回答だったかもわかんないですけどもちょっとあの今言ったことをですね再生して何回か聞いて考えてみてください男性30代ですね北口さん配信者はたとえ登録者数がそれなりにいたとしてもすぐに消えてしまうのはなぜでしょうかああ 登録者数、ね、100万人、200万人超えのユーチューバーの人でも辞めちゃう人いますよねおそらく配信やそれにまつわる収益で生活していると思われる知名度の高い人でもかなりの数がその配信活動をやめているのを目にします最近ね目にするようになりました多分ねこれまでもいっぱいいたんですけどもユーチューバーの配信者って別にこれまでニュースにならなかったけど、まあ、最近ニュースになるようになったからでしょうねしかし芸能人はそうではありません 芸能人は叩かれて叩かれて炎上して炎上してメンタルを病んだからといってすぐにやめたりしません。悪いことをしても芸能人として居座ってる人がたくさんいますおう。この差は一体何でしょうかうーんとね、まずね、基本的に僕はあの芸能界っていうのはヤクザの世界だと思ってるんですね。 ヤクザの世界っていうのはどういうことかっていうとまともな精神ではやってられない世界だと思ってるんですよでただですねヤクザは3日やったらやめられないという格言があるんですけども芸能界もそうなんですね3日やったらやめられないんです芸能人になっちゃったらやめられないんでだからあの芸能界の人たちっていうのは一般人という言い方するんですね一般の方とか一般人という言い方するんでですねその特権的な場所に自分が入れると思ってるんですよで YouTuber って面白いことにそれがあんまりないんですよね 特権意識があまりないんですよ特権意識じゃなくてマウントのみがあるんですよマウントのみがあるので成果主義なんですよね実力主義じゃないですよ俺はこんなに面白いではなくて俺はこんなに登録者が多いとかですね登録者の人何万人だとか俺はこんなに稼いでるとかですね俺はこんなもん家に住んでるとか俺はこんなものを身につけてるっていうですね成果主義なんですよユーチューバーはで芸能人って僕知ってる限りそうじゃなくてあんまり成果主義の人いないんですねっていうのは クリエイティブの世界においては売れる売れないっていうのは運の問題であってあと芸能人の人って仕事をもらう立場だから基本的にはもらう立場の人の考え方するんですよなので成果主義にならないんですねだから芸能人の人っていうのはいくら叩かれても芸能人が一番美味しくて楽な生き方だと知ってるからやめないんですね叩かれても叩かれても で、それに対してですね配信 YouTuber の人は何で辞めるのかっていうと成果主義だから逆に言えばその成果がつまらなくなったらつまり月に何百万円もららおうが、疲れちゃったら辞めるんですよ。貯金があるからその他で食っていけるからという理由がいろいろあるんでしょうけども別に YouTuber であること自身が美味しくないんですね芸能人と違って。 で楽しい部分っていうのはそんんななに楽にに楽金を稼げる部分にしかないんですよ芸能界みたいにですね芸能人としているだけでこんなに世間からチヤホヤされて特別扱いされておまけにその芸能村の中で俺たちは芸能人だあいつら一般人だっていうようなあの感覚が存在しないのでみんな気軽にやめていくわけですね。僕はあの生まれた時にですね心臓に先天的な血管があってもうほぼほぼ8割の確率で。 一切で死ぬというふうに言われてたんですよ、ね。心臓が激しく打つことによって死ぬわけだから、要するに泣かさなければいいと。ということで、うちの母親はそこからもう本当に2年ぐらい寝てないそうですね。とにかく僕は一瞬でも泣きかけたら、すぐにあやしてあやしてあやしてっていうのをやってくれたんでですね。まあ、それでまあ僕は生きてるんですけども、いや、すいません。今のコメントでこんな立派なサイコパスになってって書いてあって。<laughs> まあ、まあその通りですよね愛を過剰に受けるとサイコパスになるんですけどね。<laughs>